ハルビンの生新女庇護制度は、中国国流交渉ハルビン市にある中、加藤聖教会のハルビン、満州主教区に所属する教会。生新女庇護祭を記憶する制度であり、世界中にある生新女庇護制度の一つである。国流交渉内の聖教会では、唯一教会活動が行われている。党制堂には、ハルビン聖母子後協同、ウクライナ共同、ウクライナ教会、 聖母守護教会、聖母教会、中華党聖教会、ハルビン教会などの別称、表記が存在する。日本語のみならず、中国語でも表記には様々なものがある。ロシア語では、または、と呼ばれている。ウクライナ人の参加が多かったため、ウクライナ共同とも呼ばれていた。中国本土に現存する唯一のビサンチン様式の聖教会の聖堂の主要教会である。 ハルビン市内の聖教会で唯一教会活動が行われているところである。毎週日曜日午前のみならず、復活大祭、クリスマスなどの祭日には、神徒が祈祷を行っている。住所は、ハルビン市、南三陰区、東大寺課外268号で、敷地面積は3000平米。市内、南三陰区の紅広広場から、東北方面へ行った、 東大寺加外にあり、そこは教会通りになっていて、この教会のすぐ東にプロテスタント教会があり、向かいにカトリック教会もあり、少し離れて仏教の極楽寺もある。ありがとうございます。